飯前の酒、今朝の戒め。仙台庵、ありがとうございます。ありがとうございます。今日初めて披露します。ぜひ聴いてください。海軍の大佐が仙台にいて、そういう人が浜地にいたんだよということが一つ誉れよ。そしてあと、その時代あたりが支部うちは作ったり、いろんな内職して生計立てたんだよっていう、その地のね、本当に生活してるっていうのを一つ、それをくっつけた。いいことだよね。生活と文化を両方くっつける。で、要は150年前に亡くなってるんですけれども、細谷寛大さん。その、及川酒店さんが300年続いてて、で、佐藤浩二味噌醤油店が400年ですからね。っていうことは、150年前、一緒に町内でというかね、商売をやってたという。考えると、配分時間、紙芝居を皆さんに聞いてもらうために、児童館の先生と一緒に来ました。今日は9月11日です。細谷寛左衛門さんが151年前の9月11日に亡くなりました。その今日は命日です。みんな命日って知ってますか？亡くなった日を命日と言います。でその命日には、墓参りをして線香をあげて、その方に感謝をしたり、上から見守っててねってお参りしたりします。で今日は荒町小学校に来る前に朝、商店街の佐藤理事長と、あと荒町児童館の職員の皆さんと、細谷寛左衛門さんのお墓参りをしてきました。荒町小学校の3年生にこの出来上がった紙芝居を一番最初に聞いてもらいたいんですけど、いいですかっていうふうに、細谷寛左衛門さんにお墓で聞いてきました。そしたら寛左衛門さんはぜひそうしてくださいっていうことでしたので、今日これから、各教室にいる先生が、地域みんなの思いで出来上がった、細谷寛左衛門と海部うちわの紙芝居を読みますので、楽しみにしてください。どうやって伝えるかっていう時に、紙芝居で歴史を伝えてから、じゃあこれからこのうちわをみんなで作ろうっていう流れで授業をしようっていうふうに、この1作目があったからこの2作目につながったっていう、その、でその時の一番の課題は絵だったわけ。ストーリーはなんとかなる。児童館の職員さんで、佐野さんっていう方がイラスト得意だっていうことで、描いてくれた。で佐野さんはその後ちょっと退職されて、まあ、体調悪い中書いてくれたんですけど、今年の春にちょっと亡くなられたんだけど、まあ、佐野さんの紙芝居の絵があったから、今回、ね、紙芝居の製法にもつながったなっていうのをすごい感じてて、佐野さんに本当に感謝してます。地域の素晴らしさを知り、そこで荒町の良さを知り、昔から伝わるうちわを知り、作ってみたいなって思いになり、地域の方が入り、そして世界で一つのうちわができたという達成感という、やっぱり一連の流れがあるので、はい、うちわ作りなさいって言って興味を持つものではないんですね。授業でやっぱりこううちわ作るだけじゃなくて、荒町の歴史に紐付けたいよねっていう話になった時に、なんかきちっきちっと歴史を話しても友達には伝わらないなっていうのが、やっぱり児童館に行って感じたところだったので、何かいいのないかなと思った時に、老若男女みんな紙芝居って好きじゃないですか。だから紙芝居で伝えたら伝わるんじゃないかなっていうふうに、はい、庄司さんに言って、じゃあ作ろうっていうことになりました。まさか自分が紙芝居の仕事に携わるなんて思ってもいなかったので、本当に貴重な体験をさせていただきましたし、はい、完成したものをこう読み聞かせをしているのを見ると、なんか込み上げてくるものがありました、はい、絵も見やすい色で言葉も聞きやすかったので、きっとプロの一品だと思います。
考えも考えなので街を明るくできる仕事を将来作りたいです。これからも私たちで海軍キュアの伝統を残し続けたいと思います。普段子どもたちの姿と違った姿で見れたのでとても反応してくれたので大変嬉しかったです。子どもたち集中して食い入るような眼差しで紙芝居を見てくれて頑張った甲斐があったなと思いました。細谷勘左衛門さんが面白い方だっていうことを知ってその方がいた荒町が面白い地域なんだっていうことを知って自分たちの住む地域が面白い地域なんだっていうことに気づくことができたのが子どもたちにとって大きな財産だったのかなというふうに感じました。420年くらい経ってますから、それがそのまま残っていくことは宮坂君のこと誇りだと思います。荒町のことに行って本当に良かったんですね。これからもお世話になったのに思い出してないかなということで。はい、校長先生ありがとうございます。ここで学ぶ子どもたちもみんな触れることができてなおかつ親御さんも分かっていただけるということで荒町がこうふるさとと思えるようなそういう、こう学びができると思ってますから大変こうありがたいことだなと思っています。実際に高田を題材にするということで本当に荒町って歴史が深いところで伝統的な本当に文化伝承とか歴史伝承を重んじる町ですし町全体の方たちがそういう中で粋な方たちが多い荒町商店街なのでこれをきっかけに荒町のその昔の方から現在までのっていうことを知ることができて本当に勉強になりました。去年もね2年の時にうちわ作った時とみんな大きくなっちゃってねたくましくなってね同じ場所でそれこそ生まれ育って150年前におられた方実際に見られた方を、ね、大切に思ってお墓参りに行ってきました。これから題材にさせていただきました。そうするとここに一緒に住んで一緒の時代だけが違うだけで共有できるところがものすごくあると思います。そういう意味で新しいところを、ね、挑戦してもらうのには本当にいい土壌になってるんじゃないかなと。子どもたちがまた呼んでっていう感想だったりとか荒町を誇りに思うっていう言葉をもらえたことが本当に良かったなと思いました。今回も商店街だけじゃなく荒町児童館さんとか荒町小学校さんとかあとは商店街の皆さんそれぞれの皆さんの思いがつながってこういう形に、物語にもなりました。細谷勘左衛門と海軍うちわの紙芝居が完成しました。これ第1作目の予定です。で、これが何作も続いたらいいなっていう夢を描きながら、今日は噛み締めながら一日過ごしました。ありがとうございました。